またお会いしましたね。大丈夫、心配いりません。きっとうまくいく。今もある実家で生まれ、大学卒業ぐらいまでは池袋で過ごしました。我が家が三代池袋で生活しているので、私は江戸っ子で池袋っ子なんですよ。今でこそ駅周辺は商業施設が立ち並んでますが、私は小学生の頃は山手線の路線パタで、 ザリンを捕らえて遊んだり、アギニやトンボを捕まえたりしてました。それでは、お先に失礼します。